富山県立南都総合高等学校稲見高等学校は富山県南都市北川に所在した公立の高等学校普通科と福祉科を設置していた福祉科が設置される前は生活文化科があった1948年富山県立稲見高等学校として発足2005年に平高校福野高校福光高校と共に 富山県立南都総合高等学校の定携事業に参加し、富山県立南都総合高等学校稲見高等学校となった。福野高校との統合に伴い、2012年、並行した。1948年、富山県立稲見高等学校として発足。当初は普通科と家庭科を設置しており、多い学年では普通科4クラスと家庭科1クラスがあった。 1982年度から海外へ研修生を派遣第4回以降はオーストリアへ派遣先を変更し、1991年にはアーミデル市の2校、1993年にはサウスポート市の1校と姉妹校提携を行った。国際理解学習を教育活動の柱の一つとし、オーストラリアからの交換留学生を受け入れるとともに、 オーストラリアへの海外短期研修も実施していた。2005年に、平良高校、福野高校、福光高校とともに、富山県立南都総合高等学校の定型事業に参加し、富山県立南都総合高等学校稲見高等、学校となった。2010年、福野高校との統合が決定し、全学科生徒募集停止。2012年3月31日に閉校した。 高原兄が、稲見高校並行の歌、この場所から見える景色を作曲した。以下の高校とカルチャーエクスチェンジプログラムを締結し、姉妹校となっていた。ありがとうございます。